はいどうもこんにちは、クリダマです。今回もグラブをお手入れしていくわけなんですけど、今回はかなりの強敵がやってきました。まあ野球やってる小学生、こういうグローブになってる子が多いんじゃないかと思います。今回直していくグラブはこちらです。はい、こちらになります。このグラブですね、もうペタペタのカサカサの強打スラッガー軟式用の内野手用グローブになります。今回はね、こちらをきれいにしていくんですけども、まあウィズノプロの手入れの時もやったんですけど、今回も中のグリス交換とクリーニング保湿っていう形で、今回はこのグラブをできるだけ復活させてあげようと思います。それではよろしくお願いします。はい、ということでいつもの作業をしている場所に来たわけなんですけど、土手紐外し終わりました。今まだグリスは、交換してません。中見てみると、見えますかね、意外とグリス自体は残ってましたね。まあでもただちょっと接着の成分というか接着力がちょっと足りないと感じているので、あと量もちょっと少ないので、これから、これを一回取って新しいグリスを入れていきたいと思います。はい、それでは、グリス温めてきました。いつもならちょっと割り箸でいるんですけど、ちょっと割り箸が今日なくて、ちょっと初めてスプーン使ってみようかなと思います。どんな、まあ、塗りやすいのか塗りにくいのかちょっとわからないですけど、スプーンでちょっと今回は入れてみたいなと、ちょっと試してみたいと思います。それでは投入します。はい、入れ終わりました。まあ、結論から言うとスプーンは塗りにくくはないです。ただ塗りやすくもないっていう感じですね。ちょっとここの、こうなってる部分に入っちゃうと、そこの部分が塗りにくくて、ただこっちの後ろの面で伸ばしはしやすいです。もうちょっと小さいスプーンが良かったなと思ってます。とりあえず、今入ったグリスを、伸ばして、ちょっと時間を置いて定着するのを待ちたいと思います。はい、ということで今ですね、グリス交換をしてから2日ほど経ちました。ちょっと動画だと伝わりづらいと思うんですけど、かなりしっかり感は戻ってくれたと思います。それではこれから早速、クリーニングを始めていきます。まずはブラッシングです。ブラッシングをしてクリーナーで汚れ落としをして保湿っていう流れでやっていきたいと思います。はい、それではブラッシングが今終わりました。それではね、クリーナーを使ったクリーニングに移っていきたいと思います。
はい、補給面クリーニングが一通り終わりました。この牛のマークもちゃんと見えるようになって、とりあえず一通りの汚れは補給面側を落とせたかなと思います。続いて背面ですね。引き続きクリーナーでやっていきたいと思います。はい、ということで、多分長くてカットしてると思うんですけど、一通り背面の汚れ落とし、クリーナーを使っての汚れ落としが終わりました。ついでに平裏も、もともとすごい黒かったんですけど、ある程度落としておきました。元の状態が結構パサパサで、かなりオイルというかクリーナー吸ってると思うので、これからちょっと長めに乾燥を一回置いて、そこから保湿の作業に移っていきたいと思います。はい、それでは、あれから、ある程度時間が経ったので捕獲の作業に移っていきたいと思います。状態としてかなりパサつきが目立つので、今回は補給面 は純系グリスで、背面はスラッガーのスクワラン配合の浸透性が高いオイルとなっています。こちらを使って捕獲をしていきたいと思います。それと、持ち主の人の今後のお手入れの頻度を考えて、ちょっと多めに、気持ち多めにオイルを入れてあげようと思います。それでは行きましょう。
はい、どうでしょうか。今全体に塗り終えました。全然色がさっきと違うのが分かると思います。かなり皮自体にもツヤが出て結構しっかり復活してくれましたね。続いては、こちらの背面を、さっきのスラッガーのスクバランオイルで、お手入れをしていきたいと思います。はい、一通り背面が塗り終わりました。9面背面ともにかなり色が変わって保湿十分にされてると思います。こちらも、一貫乾燥うまげブラシですね。こちらでブラッシングをかけてから乾燥させていきたいと思います。それでは、乾燥後までスキップしたいと思います。はい、それでは最終工程ですね。最後背面のツヤ出しを行っていきたいと思います。ツヤ出しに、こちらボールタムさんのアウトサイドワックスを使って、背面汚れ落としではないですね、背面のツヤ出しを行っていきます。はい、ということで一通りの、ウォールタウンアウトサイドワックスは塗り終わりました。これから、ブラッシングをかけて最後は、シャイングラブで磨いていきたいと思います。はい、ということで以上で一通りの工程が終わりました。補給面がこんな感じですね。元の画像は、貼れたらちょっと横に出しておきたいと思います。かなり、汚れはしっかり落ちて、保湿もしっかりできているのでかなりしっとりしてくれてますね。やっぱり純型グリスは浸透性の高いというか、こういうしっとりした感じが結構長く持続してくれると思うんで結構おすすめです。背面も、伝わるかどうかわからないんですが、ツヤもしっかり出て、こちらはさらっとした仕上がりになりました。以上で、今回のこのグラブのお手入れの工程は全て終了となります。はい、ということで今回仕上がった、スラッガーのグラブがこちらになります。最初と比べるとかなり見違えたかなと思います。補給面もかなりしっとり、背面はさらっとした仕上がりになってくれたと思います。今後もお手入れ動画継続して出していきたいと思います。インスタグラムの方にも、投稿をしていきますのでそちらもぜひチェックしてください。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは最後に、ビフォーアフターの
画像をまとめてあげたいと思います。それではどうぞ。